皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャストウェイ競馬動画、久々にアップしました。あ、いつものやりますか。あ、ジャストウェイで。はい、ですね、なかなかね、パソコンがですね、ちょっと変えなくてですね、iPad からの、動画アップになるんですけども、編集なしで一発撮りで頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい、ということでですね、今週の金曜日、今週の日曜日ですね、あと2日後なんですけども、まあ今日金曜日なんですけども、天皇賞秋、はい、僕が2年前にジャストウェイという名前をねつけるね、きっかけになったレースでございます。はい、前年度覇者のね、スピルバーグ、はい、もうね、今回は出てるんですけども、まあその前年度、その前のね年はね、私ジャストウェイが、はい、私っていうかね、はい、ジャストウェイが1位を取ったレースでございます。はい、それを見て私ジャストウェイっていう、はい、人間ですけどね、一応ね。ということで、はい、前置きは置いといてですね、天皇賞秋の予想を、僕なりにですね、考えて、アップしたんですけども、ですね、まず見た感じ、まあ久々にね、ちょっとね、動画アップして競馬のね、予想っていうか、まあちょこちょこと動画はアップしないんですけども、競馬はねやってたんですけどもね、久々にねアップするということで、緊張はしてるんですけども、まあただ一つこの天皇賞を言えるのは、もうなんかどれが来てもおかしくないのかなと。はい、オッズがね出る前はね、カレンミロティックいいんじゃねえかなと思ったんですけどね、はい、見事に17番人気で、ね、ラストインパクトもですね、そろそろこれ、ね、でかいタイトル取るかなって思ったんですけども、まあ11番人気で、なんか、はい、僕が目がつけたやつってどうも人気がね薄いんですよね。うん、でアンビシャス、うん、別にいいかなと思ったら4番人気と。あれみたいな、はい、あまりですね、僕見る目がないんで、これの動画見てくださってる方ね、ちょっとね、こいつ大丈夫かって思うかもしれないですけども、ちょっと頑張って予想していきたいと思います。まあ気になる馬ですね、2頭挙げます。同世代ですね、この2頭はね、ワンアンドオンリーとイスラボニータですね。まずこの2頭を挙げたのは、オルフェーブルとウィンバリアシオンのこのね2頭がね、よく捨ててはいたんですけどもね、この2頭にかこつけてっていうのかな、なんか雰囲気が似てるなと、うん、思いましてですね、まあどっちが差があるかじゃなくて、まあ応援したい、うん、馬っていうかね、そうですね、まあ要は応援したい馬かな。はい、ワンアンドオンリーかイスラボニータかみたいな、はい、ただね、ちょっとワンアンドオンリー調子悪くてですね、まあ前走前々走が宝塚記念がまあ11着とで、京都大賞典で6着と、はい、まあ前走2レースがね、着外になってるんでね、そろそろ陣営もね本気出してね天皇賞取りに来ると思ってですね、はい、考えてみました、ワンアンドオンリー。まあイスラボニータはね、まあもうその通り実力のある馬だと思ってね、思ってるんでね、そこは考えてはみたんですけどもね、はい、まあそうですね、馬券で絡めるんだったら、まあ僕は正直、まあワンアンドオンリーちょっと応援してみたいなと。現在金曜日ですね、夜8時で、今単勝がワンアンドオンリー 19.1 倍です、はい、これをね軸にね流していきたいんですよね、うん、あともう一つワンアンドオンリーを選んだ理由はですね、11月1日ってことで111が並ぶんですよ。で第11レースで6枠11番ということで1が並んでるじゃねえかみたいな、はい、まあそういう感じでですね、語呂合わせじゃないですけども、はい、これもいいかなと思いまして考えてみました。
でまあそうですね、あとは気になる、まあ、里のクラウンもなんかちょっと気になるなって、クリストフ・ルメール騎手ですからね、ルメールで東京優秀の3着入ってますからね、前走ね、なんか気になる、まあもちろん人気ある馬も気になるんですけども、ただ一つ、まあそうですね、応援をしたいなっていうのはこのワン&オンリーイスラボニータ、まあそうですね、僕のもし買うんであればワン&オンリーからイスラボニータで、ワン&オンリーから、まあ、人気ある馬から薄めまでと、はい、まあ外枠はいいでしょう、スピルバーグもちょっとね、もうちょっと頑張ってもらいたいなっては思うんですけどもね、まあどうなのかな、もっと伸びないかな、あとは、唯一女の子湘南パンドラですね、まあ頑張ってもらいたいですね、どれが来ても本当ね、なんかねおかしくないですよ、もうお金があればね、全部の全なんつうか全掛けとかってね、はい、やってみたいんですけど、まあとんでもない額になるんで、やめといた方がいいと思うんですけども、まあそうですね、僕の場合はワン&オンリーから流してみたいと思います、はい、まあ流すのはまあ人気から人気薄め、まあ大体そうですね、彼が一応8番人気なんで、まあ10番人気、10番ラストインパクトがもうちょっと人気上がってもいいんじゃないかなと思うんだけど、まあもう馬見る目ないんでねあまり大したことは言えないですけども、はい、そうですね、はい、以上、僕の天皇賞の、予想です、はい、なかなかね予想動画をですね上げれなくて本当申し訳ないんですけども、なんとかね、まあ、天皇賞からね、もう今日からじゃなくて、そうですね、もう年末まで G1、はい、有馬記念までもうほとんど毎週ね、今週から G1、先週からか、ありますんで、ちょっと時間あれば上げていきたいと思います。なかなかね、言っておきながらアップできてないんですけども、一応そうですね、時間見つけて頑張って上げていきたいと思います。日曜日の昼に上げるかもしれないですそんな最悪なこともあるかもしれないですけど、はい、ちょっと頑張って上げていきたいと思います。以上、ジャストウェイ競馬動画天皇賞秋、はい、ワン&オンリーでいきたいと思います、はい、ワン&オンリーですね、もう、はい、1しかないってことで、はい、ではジャストウェイ競馬予想動画でした、ありがとうございました